はい。おはようございます。おはようございます。なのか。おはようございます。なのか。あ、危ない危ない危ない。まず、このスペースは、ガロマとイチロ13回目のスペースです。よし、これだけ言っときゃ大丈夫。さあ、あとはのんびりしてましょう。ね。今。めっちゃあくび出た。すげえあくび出たわ。そして、あれだな。俺は時間通りにコンビニ来たんだけどな。おかしいな。来ねえな。あ、来た。いたわ。あ。お待たせ。お疲れ。お疲れ様です。待って、このスペースというか、これしながら他の音耳に入れれないってことが今分かった。無理だわ。もう片手までやる気満々じゃねえか。違うの。いろいろあるんだけども、今ほら、はいはい、監督が今、結構、頑張ってるとこだから。あ、そうですね。個人的にはね、で見てというか、聞くだけでもできないかなと思ったけど、絶対無理だわ。うん、俺にそんな器用さはなかった。足はもう、絶対気になっちゃうだろうかなと思って、もうアーカイブ勢になろうと思って、とりあえず見てなかったよ。いやー、そうやね。そらそうよ。そらそうでしょうよ。いやー、疲れた。お疲れ。あ、やばい。責任持たなきゃいけない時間があと2分しかない。ですね、これはですね、はい、なんだっけ。責任感しない。やばい。ですね。なんだいつもなんて言ってたっけ、なんか、コンビニの駐車場で集まって話している感じの何かです。はい。で、あと何話さなきゃいけないですか？お名前で。四国高知で VTuber してます。犬です。散歩品が大好きな緑の熊です。はい、なんか2人でゆっくり話をしてるんですけど、なんかこう、話に、なんかこう、俺なんか言いたいことあるかもっていう人は、このガロマとイチロって青くなってる文字をペッて一回触ってから、はい、ポストしてください。はい。あ、偉い。もう、トゥイートじゃなくて、ポストって言っている。Not to it, yes. Now it's post. あ、足はまだトゥイート君に抗うよ。Understand? No. いや。いや。おやおや。責任感、この5分間もねえな。一応でもね、説明はして、だからこれ配信じゃないので、配信者としてどうなんだみたいなことを言われても、いや、配信じゃないのでって言います。はい。言われたことない、ね。あんまり言われたことない。なんか特に言われたことないし、皆さんもね、コンビニに、なんか買い物ついでになんか喋ってるなっていうのを、多分コンビニで買ってきた、なんだ、肉まんとか食べながら多分聞いてるんですよ。車内とかで。なんか喋ってんなっていうのね。うん。聞いてるだけ。あ、5分終わった。はい、終わり。はい、終わり。5分なっちゃったからね。なっちゃったからしょうがないよね。あれ、ちゃんと最初にこれは第何回って言った？ガロマさんが来る前にやった。いや、なんかね、違うのよ。来てからやってたら、来るまでの時間聞かなきゃいけないの。うん、確かに。もうね、犬一番に言ってやろうと思って。そりゃそうだ。じゃあ今回音楽もちょっと短めなわけ。で、よしっつった。早い。とても早く出た。いやー。何してた今日、お仕事して、帰ってきて、ご飯食べて、動画編集。ああ、いいね。イチローさんは、ね、朝起きて、ちょっと洗濯して、はい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 。サウナ行って、おー、いいねいいね。うどん食べて、うどんいいね。それが1時半ね。おー、いいね、充実してんね。1時半から、はい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 。この後でも楽しみだね。5分前まで編集してた。急に密度濃い予定なんだけど項目が少ねえ。1時半からちょっと晩ご飯みたいなものも挟んだけどもさっきまで編集してた。ああ少ねえ、うん、あでもね聞いて今日めちゃめちゃ今日頑張ったおかげで次の1旅のあのねなんていうの、うん、全体像はガチッと見えたのよ。だからそのフル尺がこの分数になるんだっていうのが今日の編集でなんとか分かったの。おお。だからあとはナレーションのテロップ入れてなんかだらだら話してる時にこれは何を話してるのみたいなのをなんか分かるようにして、うん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 、だからね今回ねすごいねだらだら流す時間話長いのよ。あそうなんだ。なんかねぬいさんとねだらだら話コンポさ一言も喋んないからさあいつ。まあ喋るなっつってんだけど2人の方が字幕つきやすい。そうなのだからその喋ってる時間でも字幕はねもうつけないもう2人でも字幕はつけないつけないことにした、うん、だからそれでだから、うん、テロップぶち込んでその説明書きぶち込んだら、うん、一応できるにはなるからこのスペース中になんかできることないかなと思ったけど、うん、全然なかった。おお、うん、ない全然ない。おお。だってテロップの付け方ってねいろいろ人によってやり方はあるんだけど、まあ、でもやっぱりさテロップ入れるってなったらさまずテロップを聞かなきゃいけないじゃない。なんて言ってるのか聞かなきゃいけないから。うん。グラマさんの話からそんなことできないよ俺は。人の話を聞きながら話の区切りを右耳で聞くみたいなさ、なんかこう聖徳太子のなんか劣化版みたいなことすらできない。それできたらまず監督の話が見えてるできてるなん全然できないうんできない無理だからね。まあこれをねガロマさんに言うとガロマさんはとてもなんかこう申し訳なさそうな顔するのは分かってるんだけど分かってるんだけど、あえて、まあ、ね、まあ、もう隠し事をする関係じゃないじゃない、俺たちね。まあ、ね、それはね、話したいですよね。だからね、このスペースコードで多分3時間ぐらいするわ。思ってた倍なかったわ。これが、一郎さんと会って、うん、第3、4回ぐらい、いや、ね、10回行ってなかったから、はい、ガラベイトとかね、多分後日にします。そう、ね、で、そうね、うん、やってる最中に見てた。もうね、始めちゃったからね、終わんないね。まあね、始めちゃいましたからね。終わんないね。後日にしようがなんだろうかね。後日にもね、動画の作業してるからね。そうなんですよね、うん。いつだってやってるから。そうなんですよね。今やるか、次やるかの違いだからね。結局やるのよ。そうね。ぶつばだからね。そう、ぶつばですから。うん、ぶつばだから。だからもう、動画やめた方がいいぞ、みんな。な。動画勢いなくなっちゃうよ。貴重な動画勢が貴重な動画勢が撲滅されてしまう。各有私もなんか2週間に1本ぐらいあげれたらななんてVTuber始めてすぐ思ってたよ。いやなんならさ、うん、もう始める前週1であげないとなんかコンテンツ的に面白くないんじゃないとかなめた口聞いてたからね。始める前に何が週1で動画を上げるだよ。もうね2年前のね自分にねそれを言ってる自分に会ったらねまずね何も言わずにね張り手だよねまずね。右の頬を思いっきり叩くよねパンっつって。抜こんでやられるのが一番くる。パンパンってやった後でできるわけないだろお前後から言うタイプだ先に言えお前舐めてんのかっていうそれ言われたら過去のイチローさんはどんな反応するんだろうね。いやどうなんだろうね。でも多分過去のイチローさんは人の話聞かないから、うん、多分すると思うよなんでかっていうと今のイチローさんも人の話聞かないからいやー説得力ねえわ基本的にねイチローさんはねいやとにかく怒んないでしょって言うタイプだからなるほどねそう言っちゃうからね、うん、多分ね聞かないと思うわ多分人の言うこと聞かないんだ、ね、人の言うこと聞かないんだ聞かないんですよ過去の自分がでも自分に怒られたらどう思うんだろうな。よく言うじゃん、うん過去に戻って自分になんかもうなんか何それこそ引っ張りたいで言いたいとかあるじゃない、うんうん、自分が過去の未来の自分にふざけんなって言われたらどんな反応するんだろうな、うんね、どんな反応するんだろうね、うん、でもイチローさんの場合は分かったわとりあえずうるせえなんだろうそうねいやそのさ自分が失敗したからってこっちにさなんか先に言って偉そうな顔するのよすげえうざいじゃんそう絶対そういうこと言うからだって自分だから絶対遠慮しないからさ言っちゃうかもう相手が自分なら絶対に遠慮しないからそのもうバカかって言われてうるさいなそのさいやであなたができなかっただけですよねいや未来の俺だからなんとか知らないけど俺の人生今からだからそのあなたと同じルートたどるわけないでしょだってあなたが今ここに帰ってきてんだからバトンだ絶対言うわガルモさんだってどうする未来の自分からそのいやお前本当にやめとけってバカかお前本当にやめろって言われたら聞くふりしてその場を追い返して聞かない皆さんこんばんはガルマとイチローですここで自己紹介ガルマも聞かない多分未来の自分からの助言は2人とも聞かないガルマとイチローです聞かないんじゃないかな命に関わることじゃない限りは多分聞かないんじゃないでもさ命に関わることってさ、うん、だ未来の自分がどうこうしに来たとしてもさあでも確かに生きてんじゃんお前生きてんじゃんってなるしもうすぐ死ぬんだってなったらいやもうどうしようもないじゃん今から塩分控えとけよとかって言われても結局なんか塩分めちゃめちゃ控えた先でさ全然関係ないことで死んだらなんかすごい損じゃないそのなんか塩分控えなきゃいけないからめちゃめちゃうまそうなラーメン旅先のラーメンちょっとここ諦めようとかって言ったあの日の自分も絶対恨んだもん俺うんなら好きなこと散々して死にたいストレートすぎるんだよ表現がストレートびっくりしたあまりにもまっすぐびっくりだまっすぐだったわまっすぐ飛ばしていきますどっちもどっちって感じだいやそうだ全然危ない危ない俺いつもの通りでタグつけてなかったタグを開いてなかったVTuber の皆さんこなしてる作業量すごすぎまあ確かにね VTuber さんはねもうなんかVTuber じゃなくてもなのかもしれないんですけど、いやでもこと VTuber に関してはマジでねなんかいろんな作業が勝手に増えるよね。そうだね。イチローさんは相当増えてんじゃないかな今。まあそりゃそうなんだけど、でもなんか動画してなくても絶対増えるでしょ。まあね。うん、いやなんか悲しい話になるからやめよう。うん、そうだね。ちょっとだんだん接地が悪くなってくるかもしれない。なんかこう世の中、いや別に世の中は嫌いじゃないんだけど、なんか今置かれてる自分の状況を整理することで、なんか心がなんかこう寂しくなりそうだからやめよう。目を背けていく。大事。ガルマさんマロ編動画進捗どうですかって聞かれてるよ。スーッつった。冒頭で、まだまだ暑い日が続く9月って言ってるんですけど、はい、完成予定日は10月1日です。いや、待って。それでええんか。無理です。無理だよね。どっかに、どういう尺入れようと思う。ね、9月中旬編集時点とか。これはね、もしかしたらいろんな配信者さんとか、表現者の皆さんとか、何かこう、ものをね、作ってる人たち、なんか0から1を生み出してる人たちに対して、なんかすごい刃物をぶん投げるのかもしれないんですけど、体裁を気にして世に出なかったら何もしてないのと同じだからいいんじゃない？今どっかの車でうって言わなかったね。今どっか通路の人なんか今こけなかった。やめろ。大丈夫ですか？うずくまって大丈夫ですか？どっかやめろ。構わんな。よくないね。正論パンチはよくないね。よくないよ。正論にあかんよ。でもなんか、それこそさ、すげえタイムリーなんだけどさ、さっきとあるサーバーで、必須ママ公文になるものをめちゃめちゃ見たのよ。すごいね、なんかね、知らなかったの。必須ママ公文になるものがあるっていうのを。知らなかったのよ。一個確認したんですけど、はいはいはい、さも常用単語かのように必須ママって言わない。そうなの？必須ママ公文ってなんかもう、なんか常用単語じゃないの？知らないよ。あ、そうなの？あ、そうなんだ。そんななんかみんな履修済みみたいな言い方しないで。いや、だって、なんか当たり前のようにみんな必須ママ公文って言うからさ。だからそこのサバが得意なのよ。そうなのか。そうなんだ。そうよ。なんかすごい、なんか心に闇を抱えたお母さんが子供に対して入れしたりする文章のことらしいんだけど。いや、それがね、なんかあまりにも論点をずらしたりとかして、なんかいろいろ面白かったよね。なんかね、どう面白いかとかね、うまく言えない。だけど、まあ、大体ね、なんかこう、世の、なんか、ひすまま公文と呼ばれるものに対して、自分が抱いた感情は、そうだねの一言だったんだよね。もう理解拒んでんじゃん、もう。なんかね、こう、すごい、考え方がね、突飛なんだよね、その、ひすまま公文と呼ばれる公文の。まあ、だって必須だもんって。ヒステリックな状態のママの、発言みたいなもんだから、なんか、なんだ？誰々くんちの麦茶美味しかったなって言ったとき、あ、じゃあうちの麦茶美味しくないんだみたいな、なんかじゃあその家の子供になったらいいんじゃない？養子になってもらいなさいみたいな、そういうことを、なんかこう、平気で言うみたいな感じだったのよね。まあ、そうよ。だって必須だもんだって。じゃあなるね、つって。多分だから、一郎さんは、必須の方が周りにいなかったんだと思う。多分ね、そうなんだと思う。いや、あれが、一郎さんの周りもその反応だったと思う。多分そういうことだよね。いや、でも、なんかこれは、なんかこう、すごい悲しいというか、なんかこう、下手したら良くない方向に突っ込んでいっちゃうかもしれないけど、多分あれって、やべえ、なんかちょっと暗い話なのやめよう。まあ、とりあえず聞くだけ聞きますよ。いや、シャレにならんぐらい暗い話じゃないですか。あ、オッケー。ちょっとね、何の話しようか。リアルにね、ああいう人がいて成り立つ環境ってどういう環境なんだろうって、今一瞬考えたんだけど、絶対に言っちゃダメだった。思ってた5倍ぐらいいけなかった。どうだ。これはストップかけよう。めちゃめちゃ重たい空気になるとこだった。危ねえ。ちょっと待って、なんでこんな思考になってるの俺今日。多分あれだわ、飲んでないからだわ。お酒が冷えてない作業しろってよ。あれ、ちょっと待って、足も冷えてねえわ。忘れてたわ。どうするよ。やばい。この、宿人一郎と呼ばれる、なんかこう、やれ酒かすだの、なんかこう飲酒量がひどいだのって言われてる VTuber、 冷蔵庫に酒冷えてないんだぜ。どうどうもならんのよな。うん。ちなみに今ね、お家にあるお酒はね、うん、この前ね、もう多分配信で言ってるから、俺配信できてないから言ってないんだけど、もう配信で言ってたから全然名前出すんだけど、聞いてくれてるわたぐもくんが高知に来てて、はい、ちょっと前に。そうですね。うん、で、わたぐもくんがお土産で持ってきてくれた、88行動っていうお酒があるんだけど、うん、ほいほいほい。それと、お土産で買ってきてくれた、なんか、富士山の日本酒と、があるんだけど、うん。88行動のね、アルコール度数がすごいのよ。すごいっていうと、でもだって、お土産のね、お酒で。うん、58度ある。58? ってなって。大学生がふざけて飲むカクテルの度数。58度ってなって。あ、違う、お土産の度数がバカって言ってるんじゃなくて、なかなかすごいチョイスをする。でもなんかこれが台湾で結構本当にポピュラーなお酒らしくて、あ、そうなんだ。まあ、ポピュラーなというか、昔からあるお酒、うん、で、なんか若い人はそんなに飲まないんだけど、うん、こうある程度年齢のいったおじさんとかおじいさんとかが、なんかちっちゃい、うん、なんかショットグラスよりもちっちゃいなんかおちょこみたいなやつに入れて、なんかキュッて飲みながらつまみを食べる系のお酒らしいのね、これ。だから俺のペースでこれを飲んだら多分死ぬのよ。死ぬな。生きては帰れないから、ちょっと今ね、呆れないの。そうだね。だってスペースあった後3時間そう3時間作業しなきゃいけないからね。じゃあ日本酒ならいいんじゃないってなるけど、3時間の作業をするのに日本酒はまずいの。そうだね。それはまずいね。だからお酒がないや。それはしゃあないな。あ、わたぐもさんから100点ってリアクションしてるよ。そう。めっちゃ100点もらったわ。いや、なんかお土産ありがとうございます、本当に。本当にありがとうございます。ウォッカよりちょっと高いぐらいの。あ、ウォッカってこのぐらいなんだ。あ、じゃあウォッカストレートで飲む感じなんだね。なるほど。えぐいよた。無理ですわ。いやー、なるほどね。つら。お酒ないのつら。どうしようかな。ちょっとつらみやね。あばばばば、携帯が落ちちゃうよー。おたいだー。しょうがない。やることが何あるわけでもないし、ガロマと一郎してんだろ、今。やることがないとかじゃないんで。これ別にタスク感なくてもいいと思う。本当？うん。じゃあスイカゲームしても怒られない？話せればいいんじゃない？やばい。ふわっとしだした、まあもうちなみにもうとっくの昔にね、なんかもうパソコンデスクなんか離れてね、今ベッドの上だからね。おお、マジか。あ、スイッチ君起動したもんか。うん、起動した。ガチでやっちゃう。ウケる。いや、でもまあ、ちゃんとね、お話はしながらやるよ。うん。当たり前じゃん。はい。当たり前じゃんかよ。それはね、ね、一応スペースですからね。スペースしてるからさ。やっぱりスペースってさ、やっぱ場所を表す単語じゃん？ってことは、やっぱりその場所を表すためにはね、その場所をキープし続けなきゃいけない必要があると思うんだよね、きっと。あ、1、5、お前。だからその場所をキープするっていうことが、なんかこう、果たしてこう、人生の中でどのぐらい重要なことかっていうのが、やっぱり自分の中でどのぐらい大事になるかって指標みたいになってくると思うんだよね、俺はね。うん、はいはいはい。何話してたっけ、俺。うん。空っぽだぞ、本当にマジで。空っぽすぎだろうよ。今ね、とりあえずね、フルーツ落としながらね、適当に口を動かしてて。いちご言ってた。途端にダメになるわ。ガロマさん、これやった？いや、実はやってないんですよ。あれだ。みんながやってるからやらないやつだ。あ、そうです。ガロマの人気なもの、みんながやってるもの、そんなにやろうと思わないタイプなんで。ガロマさん、実はね、そういうタイプなんですよ。実は。意外ですよね、みんな。なんかこう、まあ、ガロマさん知ってる人はね、もう散々言ってるから、なんかもう承知の上みたいな感じではあるけど。まあ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 。なんか、イメージ結構そういうのね、楽しんでやりそうな空気はあるんですけどね。あ、本当あります、うん、そんな。ありますそのあってほしくないみたいな言い方してるもしかして。そういうわけではないんだけど。いや、なんか結構、その、流行りものにしっかり乗ってみようかな、VTuber だし、言いそうな感じではある。うんうん。あんまり、なんか、だから、みんなが見ているアニメ、聴いてる曲、はいはい、やってるゲームっていうのに、特に理由がなければ近づかない。あ、反応しないんだ。うん。なるほどね。ああ、でも、なんだっけ。お仕事ちょこちょこ変えてるんだけど、はいはいはい、営業職みたいなのしてたときは、進んでやったり見てたりしてたね。ああ、なるほどね。話題がやっぱあった方がいいからさ。理由があればそういうことになるんだ。うん、する。理由があれば履修する。なるほど。真面目だな。でも多分履修っていう考えだから多分ダメだと思う。そう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 。今言ってて思った。今確かに気づいた。あ、履修だなと思って。うん。はあ。どう面白いのそのゲームって。何も考えないでいいんだよね。なんか。今の一郎さんにぴったりのゲームだね。すごいぴったりなの、うん、なんか頭を使わなくてもいや頭使わなきゃいけないんだよ、うんうん、使わなきゃいけないんだけど、まあ、使わなくてもいいみたいな、はい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 、ただそこまでしなくてもなんか適当になんとかなるみたいなそういう感じのあれのそれ途端説明がなんかでもそれこそさ配信もいろんな人がやってるそのスイカゲームの配信も見ちゃうしゲームもやりたくなっちゃうし止まらないしっていう人多いじゃん。はい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 、多いね。やっぱそれだけ魅力的なものなんだよねきっと。なんのかなきっとね。うん。この中でもここにいて聞いてる人の中でもやってる人たくさんいるんだろうねきっとね。ああでも確かに。いるだろうね、やってる人。これでいいのかみんな。いや、自分がやってんじゃん。うん、すげえブーメランじゃん。びっくりした。それでいいのかじゃないんだよ。お前が。うん。鏡持ってくるぞ。やば。すごい脅し文句。鏡持ってくんぞ。やめろ、なんか5、6みたいなやつすんな。いい5、6。鏡持ってくんぞ。嫌ですわ。やめてくださいまし。よいしょ。いちご。ダメ、ちゃんとしてって、ちゃんとして、ちゃんとしないよ。ガルモとイチロだぞ。なんか多分つっかえたんだろうね。いちごがあってね、くっつかなかったんだろうね、きっとね。マジでさ、うん、本当になんか。なんかね、いちごとぶどうが嫌われがちらしいですね、そのゲームね。あと、さくらんぼ。さくらんぼ、うん、いっちゃんちっちゃいやつだ。ほんともう、まあ、そういうんだから、なんかさくらんぼの、なんかこう、英語の名前がなんか暗喩みたいになるんだ、そんなんだから。ん？ん？大丈夫か？疲れてる？もしかして。どうしたん？疲れてはいる。疲れてた。疲れてます。疲れてるか。じゃあしょうがないな。許してもらえたやった。うん。突っ込んだら負けだなと思って。いきなりやっぱりこれ脳のリス裂かれるんだなって今思った。うん。ポンコツすぎるわ。まあ、まったりやっていきましょうよ。ガラモト一郎なんでね。いやでもさ、まったりやりすぎてもじゃない、まあ、そうなんですよね。もう30分過ぎてますからね。なんかまったりやろうぜのまったりもさ、なんかこう、じゃどうまったりなのよみたいな、なんか最近こう、わからなくなってきた。今日は、うん、責任感はいつもないんだけど、うん、ちょっと不安定だね。今日そっちの方なんだ。今日ちょっとそっちに触れてるかもしれないね。なるほどね、なるほどね。的に今日の一郎占いはちょっとそっちの方に触れてんだね、うん、ちょっとそっち触れてるかもしれない。そういう時は、南方になんだろう、なんか緑を置くと吉だそうです。もう何不安定突っ切る感じ？わかんない。途中ある程度いったら我慢してる。やばい捨てられちゃう。やだ。なあ。もうそうだねプロテインだね。そうだねプロテインだ。あ全部筋肉で解決する人だ。そううん。私捨てられるの嫌だからゲームやめろね。まあ捨てる前に 2,3 発殴るから多分初期に戻ると思う。やめました。お疲れ様です。あ疲れ本当になんか今日ずっと一日編集してたから何も考えてないんだよね。まあだって1時半からだってねスペース開始5分前までずっとだってね。プレミアプログラムだって。そう。とね一緒にいたんでしょ。めっちゃ殴り合いしてた。殴り合いしてたんならしょうがないな。だからなんかこう普段だったらね作業しててもなんかこう、うん、今日のガルマとイチローでなんか話そうかなとかっていうのをもんやり考えてたりするんだけど、うん、今日マジで何も考えてないんだよね。あら。うん。でしかもねお酒というデッキもこう奪われてしまった俺に何の価値があるんだろう。強いて言うならこのスペースに価値を求めないと思ってあ、すごい今日一番ガルマさんがしっかりしていつもだわいつもだったわ。いつもはだからねチロチロがだいぶ話題を回してくれてるからあれだけど今日は本当に疲れてるんだなっての感じなんか面白いことないかな疲れてんだな。面白いことか。疲れたときどうするガルマさん。疲れたときでしょ。疲れたときね、これあれだ疲れたときに面白いことを言うあれになっちゃうからそうこれはなんか疲れたときにどうするんじゃなくてどういう状況で疲れるかを言うだけの話になっちゃう。そう違うこのコマ違うっていうのが分かる。ね、下に落ちたものを拾おうとしたら胸ポケットのペンが落ちたときみたいなやだ疲労のたまり方だうわやだやだすげえためきてるやつ持ってなるやつやだ名札のなんか首から下げてる名札に刺してるペンのペン先が出っ放しになってたときもうシャツについちゃって黒くなっちゃうやつ黒い点になってそこそこ目立つやつはーってなるやつねもうそういう時に限って白いの着てんの。この後、白いの着てんの人と赤そうと思ってウェットティーしてポンポンやると黒に広がるのも。違うのよ。それどんどん疲れていっちゃうの。違う。疲れた時にどうするかって、ね。そう。疲れた時どうする？なんかどうやって疲れをこう解消する？散歩するとさ、なんかより疲れない。うん、いや散歩することで、考えないようにする。サウナと一緒だ。同じ。今日サウナ行ってきたけどね、サウナ行く理由はね、考えをしないのよ。なるほどね。やっぱじゃあ、あれだね、疲労は考えるが来てるんだ。かもしれない。なるほどね。うん。人はなぜ考えないといけないんだろう。なんか難しい話なんかごめん。いや今日舵切る方向がやっぱりなんかちょっと暗い方向だわ。ちょっと暗い方向になってるね。やっぱり私、疲れてるのかなそれは疲れてるだろ。それは間違いではありません。いや、だって、それ疲れてる。いや、だってさ、いやもうこの、いやもうだってもう Wi-Fi 繋がってんだもん、もう、外出れないんだよ、今日。あー、なるほどね。Wi-Fi 繋がってるってことは外出れないんだよね。あ、そうだね。前回証明しちゃったから Wi-Fi つないだ状態で Wi-Fi 切れるとスペースも切れるの。そうだね。つらい。本当につらい。いやあれは面白かったな。見事に消えたもんね。なんかアーカイブだけ聞いてたらガルマさんはずっと俺の声に返事してくれてんだけど、俺が一切聞こえてないっていうね。そうだからリスナーさんもあんな感じだったの、あんな気持ちだったの全然やりとりになってない。俺だけ一人なのにみんなから見られてるみたいな、なんかこうなんだピエロか俺はみたいな感じな絵描いてんじゃん。え、わかんない。音聞こえた。わあ、恥ずかしい。ガルマはマルチタスクができるのに。言うて、そんなに会話参加できてないのよね。そんなことないでしょ。そう。なんか、文庫で探すか。何？なんかわかんない。なんか、もう、配信に載せても怒られない著作権の切れた何かの文章。なるほど。暇だから探すか。なるほどね。青空文庫、おすすめ。今こそ読みたい。ネットで読めるおすすめ作品。あ、ちょっと待って。青空文庫、おすすめ、短編。ああ、すごい、文明の利器使ってる。めっちゃ検索かけてる。雲の糸って10分以内で読めるんだ。へえ。へえ。手袋を買い。なんだっけ、雲の糸って。あれか、地獄に糸垂らすやつ。そう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 。なんかなんだろう。非行を重ねていた少年が少年院に入れられるんだけど、でも、その少年院の中で他の人たちにね、と一緒に生活する中でね、いや、かわいそうだな、この子たちも未来のある若者なのに、なんかこう、できれば誰か一人でも救ってあげたいな。そうだ、ちょっとこの方法を使って、この糸を掴んだ人だけ、一人しか救えないけど、救うことにしようって言った、なんかこう、どっか上の方の偉い人が、神様みたいなやつね。ちょっと上の方のね、教育委員会よりもちょっと偉い人たちが、具体的な。糸垂らすんだけど、その主人公の非行を働いた少年はもうなんかみんなをね、自分の体を掴んでくるみんなを蹴落として自分一人だけ助かろうとするのよ。俺だけがこの少年から抜け出してまっとうに生きてやるんだっていうか、なんかもうシャバに出て好きなことすんだみたいな感じでおっとしたその姿を見て絶望した上のなんか教育委員会の上の偉い人がやっぱりお前いろよっつってやっぱまあそこにいろよっつってパッて手を離すってはしごを外されるっていう話だったはず。なんかでもそんな感じだった気がする、ね、悲しい話だな、うん、悲しいね。悲しくなってきた。それ読むのいい。いや、いい。うん。今全部聞けた。大丈夫です。いいです。全部言っちゃったもん。うん。オチまで全部きれいに言ってくれた。いっぱいある結構。でもなんかね、昔の文豪の人のね、タイトルがね、まず重いんだよね。あー、わかる。芥川龍之介、衣装。何重たい重たいね。めちゃめちゃ重たい。ハワード・フィリップス・ラブクラフトニャルラト・ホテプってある。あれこれなんか最近よく聞くな。なるほど。サルカニ合戦って芥川龍之介のもあれば他の人の作品のもあるんだ。え、そうなんだ。芥川龍之介さんのなんかサルカニ合戦はあれだね。なんかすごくなんか陰湿そうだね。うん。なんかすごいこうえぐみがありそうだね。うん。うん。いやー、なんかでもいっぱいあるわ。思ったよりいっぱいあるわ。マジか。うん、なんか10分以内に読める作品いっぱいある。それこそさっきのね、手袋を買いにとかもそうだしね。はい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 。手袋を買いにってさ。なんか、うん、どのイラストの絵本をパッて思いつくかによってなんか世代変わりそうだよね。手袋を買いにってどんなんだっけ。あれキツネのやつそうのなんかだよね。お母さんが子供になんかこれで手袋を買ってきなさいってなんかこうただなんかこっちの手は見せちゃダメだよってそこ人の手はこっちにしかできないからねっていう。でもその子供のキツネは間違えてキツネの手を出しちゃうみたいなそういう感じ。出しちゃうんだよね。そうそう、うん、俺の中の手袋を買いにのイラストってものすごいなんかこう細い線で描かれたなんかこう水彩画というかなんかこうものすごいなんかこう繊細なタッチで描かれた狐が表紙のなんか絵本なんだよね。ああ。誰が描いたかって全然思い出せないんだけど。なんかいろんなねいろんなパターンがあるらしい。どんなん読んだっけな。じゃあそうだちょっと絵本の話しようぜ。絵本ね。なんか絵本か。だるまさんがさ、詳しく読んでなければ話題にもしてないな。なんかでも絵本って絶対みんな通るわけじゃん。まあね、みんな読んでる。通らないわけがないのよ。だってなんか保育園とか幼稚園に通ってたらさ、嫌でも聞かされるわけだから。ね、そうだね。なんかこうキャッキャ言いながら読んでる時期が絶対あるんだよみんな。ある、絶対ある、絶対ある。なんかさ、記憶に覚えてる絵本ってない？もう王道から言っていい？グリートグラ。はい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 。なんかネットのおもちゃ。そう、なんかすごい、なんかね、すごいミームみたいになってびっくりなんだけど、普通に家にあったからな。はい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 。俺実はあれ撮ったことないんだよね、グリートグラ。あ、マジか。だからなんか面白いものになってる。なんかね、もう絶対グレーっつうかアウトだけど、尊い漫画のリプに無理とつらみたいな。そう感想があったりとかするよね。そう。それと同率ぐらいに並ぶのが寝ない子誰だね。え？何それ？え、絶対ね、ネットのおもちゃにされまくってるから見たことあると思う。わかる？え、何？もう一回教えて。寝ない子誰だ？寝ない子誰だ？そっちはね、通ってるのよ。ああいっぱい出てくるでしょ。そっちはね、ちっちゃい頃絵本読んでた記憶がある。懐かしい。もうなんかね、もう自分の身の回りもそうだし、世の VTuber 全員に多分言えることなんだけども、寝ない子誰だの、なんかこう、寝ない子誰だで幽霊に連れてくる側で全員書かれろって思ってる。寝てなさすぎって思って。寝ない子俺だっていう VTuber のイラスト全部、なんかこう並べって思ってる。みんな起きてんだもん。それはそう、時計。いや、でもリスナーさんも寝てない。ああ、なるほどね。あ、じゃああれか、俺寝ない子誰だって聞く側になったらいいのか。あ、なるほど。じゃあお化けの国に行こうねってできるんだ、俺らも。ちょっとイチローさんだけで言って、ね、なんでちょっとね、体質的にね、お化けはきっとそんなね。え、ガルマさんって意外ともしかして意外と何の話？お化け怖いからか？わからない。お化け怖いからか。わからないだろう。じゃあそんなガロガロに教えてあげるガロ。なんガロ？一番怖いのは生きてる人間ガロ。お化けの国か。お化けの国。月末になって急に不機嫌になる上司とかいねえもんな。いねえよな。ガロの周りの一番怖い人間とかいかなんか。いねえよな。いっぱい出てきちゃう。あなたよりも上の人に指示された仕事ちゃんとやってんのに怒る上司いねえよな。やばい。言ってあげましょう、その上司に。この仕事はあなたの上の人から言われた仕事をしているんで、文句があればそいつに言ってください。言おうよ。そこでいやでもさって言ってくる上司いねえよな。でもさじゃない。お化けの国いねえよな。でもさじゃないじゃないですか。だって俺が指示受けてやってるだけですから。文句からだから強い。こっちに言ったって問題は解決しないんですから、あなたのストレスを発散するやつに使わないでください。ちゃんと上に行って問題解決してこい。俺より給料もらってんだからちゃんと仕事しろよ、バカ。もうお化けの国行かなくていいから、一郎さんの職場ついてきてくんねえから。ちなみに一郎は無責任な時だけ元気になります。つまりその場にいてもすん。いや、ガロマさんのなんか職場の中でのいろんなものが、もうどうなってもいいよって最初から、いやもうどうなってもいいよ、もうここでどうなっても俺は気にしないし、全然なんか責任取ってとか言わないからってなったら言う。まだちょっとここで何とかしたいんですって場合は黙る。OK。まだ頼らないわ。かつ自分が例えば働いているところでそういうことを思ってたとしても、もうなんか口に出すことで自分のエネルギーを使う方がもったいないっていう方にもう舵がカツンって曲がっちゃってるもん。だよね、そうだよね。絶対そうだと思った。まあそのまま生きてどこかでどん詰まりになったらいいんじゃないかなと思ってる。なんでこの話になったんだっけ。やばい。寝ない子誰だの話。絵本のはずだったね。絵本からとんでもないとこ行ったね。とんでもないとこ行っちゃったね。なんかグリとグラってどんなお話なのあれ。でもあの2匹がなんかちょっとなんかやんちゃなことするみたいな感じだったはずだよ。もしかしてあれなの、少年院に行く側の人たちなの？やんちゃってそういうことじゃなくて、違う、うん、そこまでの規模感ではない。やんちゃをする話なんだ。へえ。なんかいたずらしてみたいな感じじゃなかったっけな、うん、なんかでもすごいなんかコンスタントにいろんな冒険をしてたイメージはある。でもちゃんと内容覚えてないな、確かに言われてみたら。なんかその流れであったんだよな。グリとグラの流れでね、あったんだよ。なんだったっけ、忘れちゃったな。絵本でしょ？ああ。うん。なんかね、10匹か12匹か忘れたけど。ネズミ？いや、猫。14匹じゃなかった？ 14 だっけの猫が、なんか気球乗って旅したり、なんかコロッケあげる店開けたり、なんかすごいシリーズものの大きい絵本があった気がする。1匹だけ虎猫のやつでしょ？あ、そう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 。あ、なんだっけ、14匹か11匹かどっちかだった気がする。あ、11匹だ。11匹の猫。11匹の猫。懐かしい。なんかあるのは知ってる。うわー、見たなー。俺その何匹系のやつはあれ、なんかすごいネズミの大家族の絵本見てた気がする。ネズミの大家族、なんかね、タイトルがね、何匹の、それこそ14匹のネズミとか11匹のネズミが忘れたけど、それもシリーズもので、なんか季節ごとになんか、うん、あ、14匹だ。あ、読んだことあるよ。あの14匹のなんとかっていうタイトル。そう。お引っ越しとかご飯とか、読んだ。なんかね、あの木の中とかに作ってたりする家のなんか描写がすごい細かくて、なんかどこ見ても面白いみたいな感じだった記憶がある。うん、これすごいね。あ、今見たらすごいなこれ。細か。そう、だからすごいなんかこう。今11匹ってなって、11匹だったっけ14匹だったっけって分かんなくなったのはそれとこれだわ。多分それのせいだね。いや懐かしい。なんか絵本って持つことないよね。でも実はなんか何本かも何冊か持ってるんだよね今。それこそさ前に配信で普通に話したから言うけど、うん、専門学校、それこそ保育系の専門学校だったからさ、だからなんかこういくつか絵本を自分で、あ、この絵本いいなって持ってたんだよ。あ、そっか。あれどこ行ったんだろうあれ。絵本。そう、絵本。あれどっか行ったな。いろいろあったけど、でも絵本か。絵本だとノンタンとか。ノンタンあったね。うん、猫の、白猫のノンタン。あれ、なんか、クッキー作るやつなかった？あった。なんか、すごい昔の記憶だからもう、本当にね、純粋と無垢しかないシクニイチロー。多分なんか、5歳児ぐらいが。5歳の頃にノンタンあったかわかんないけど。いやー、ノンはね、お家にあったのよ。ノンタンのその絵本を見て、クッキーたいって言ってクッキーを作った記憶がうっすらある。マジか、うん、で、我慢できなくてクッキー生地食べてお腹壊したの。我慢できなかったの。できなかったんだ。我慢できなかったんだ。なんかそんな記憶はねあるね。はい。すげえものすごい昔の記憶だからなんかもうおぼろげなんだけど。なるほどね。懐かしすぎる。グリとグラは大きいホットケーキ作る、カステラ作る話。はあ。やんちゃする話じゃなかったっぽい。あら、勘違いかな。なんか別のグリさんとグラさんのあれないらっしゃる、ね、もしかしたらそうかもしれないね。いや、内容覚えてないもんだな。意外とね、覚えてないね。うん。だって、絵本でさ、結構有名なさ、腹ペコ青虫とか。はい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 。あるけどさ、私、内容全く覚えてないもん。読んだことあるもん。腹ペコ青虫に関しては、内容はない。あれ、ただ、あれ、なんか食べるよってだけ？大きくなるよってだけ？あれはなんかね、どんだけ食べてもお腹が空いてる青虫がいろんなものを食べ続けるだけのお話。あ、すごい。シンプル。いろんなものを食べ続けたら、なんか眠たくなったっつって、突然硬くなって、うん、最後ものすごいわって蝶々になるっていう。え？あ、そんな話なんだ。うん、なんかね、絵本って対象の年齢がしっかりあるのよ、実は。対象の年齢？何歳児向けの絵本っていうのが結構細かい段階であるの。うん、だから、例えば、本当に、乳児とか、だから、本当に新生児、うん、新生児にあんまり絵本をっていうのは聞いたことないけど、でもなんか0歳、1歳とか、うん、まあ1歳、2歳とか、うん、なんかもうね、子供っていうか赤ちゃん1歳、2歳になる時のなんか成長具合ってやばくて、うんうん、マジでこいつら細胞分裂してるんだっていうぐらいの勢いででかくなるのよ。そうなんだ。言い方がすごい汚いけど。うん。もう、とりあえず伝わるよ、でも。すごい感じは。だから、だってね、1歳の頃に何グラム、なんか何千グラム、3000グラムとかで生まれてくる子供が、0歳か。うん、なんか1、2歳になる頃にはもうなんか10キロとかなってんのよ。まあでも確かにそうだよね。考えるとすごくない？すごいよね。確かに言われてみれば。だから、その成長のこう度合いに合わせて、絵本とかっていうの作られてて。はあ。だからなんか、言葉を認識してないぐらいの頃には、視覚とか聴覚で楽しめるものになるんだよ、大体。はいはいはい。腹ペコ青虫なんか特に、もう内容がわからなくても、なんかこう、あ、青虫がここ食べてったんだとかっていう穴があったりとか、なんかすごいこうカラフルな色だったりとかで、もう目で楽しめるみたいな。そういう絵本になってるから、あんまりね、なんか、こだわりのストーリーはないの。なるほどね。その代わり、もうちょっと先の、それこそなんかこう、グリとグラとかさ、寝ない子誰だ、寝ない子誰だもしかしたらもうちょっと、なんかこう、3、4歳とかぐらいになるのかもしれないけど、グリとグラとかぐらいになると、もう、会話ができて、かつ、何を言ってるのか理解ができるところまで行ってるから、だいたい年長さんが読むとか。そのぐらいの絵本な気がする。はいはいはい。腹ペコ青虫になんかそんなストーリーだったんだってなるのは、まあそう。それは。まあそうだよね。擬音だけしか書いてないとかあるよ。なんかあった気がする。なんだっけ、もこもこもことかそんなタイトルの絵本があるんだけど。本当に形が変わった時にもこって言うとか、なんかそういう、そのもこっていう言葉しか書いてないの。はいはい、もう単純に形が変わっていくのが面白いみたいなので楽しめるぐらいのやつだった気がする。うん、なるほど。懐かしか。ちなみに俺が自分でこの絵本がもっと凝って、思って買ってたのは友達屋っていう絵本だった気がする。友達屋、うん、なんだっけ、なんかね、思い出せない。今、ど忘れしてんだよな。絶対聞いたことある、なんかこう、作家なんだよ。友達や。友達や。そうそう、内田倫太郎さんだ。そう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 。うん、なんか、聞いたことあるなと思って、内田倫太郎さんっていう人がね、文を書いたやつなんだけど。あ、知ってる。そう、なんか、このね、絵本の内容が、1回10円で友達になるよっていう絵本なのよ。え？そう。友達嫌だから。お店なの。あ、そっか。友達がいない人に、1回10円だったか忘れたけど、なんかね、うん、なんか金額があって、その金額に合わせて友達になるよっていう狐の話。へー。切ないね。なんか、ちょっと切ないね。ちゃんとなんかハートフルなお話なの。これはちゃんとハートフルなお話だった。なんかいろいろ、なんかこう、友達屋ですよって宣伝して回るんだ。友達屋さんって声かかって、お客さんだ、やったと思ったら、ちょっと子供ネタばっかりだから静かにしてって怒られるとか、なんか友達にな、すごいでかいヒグマの人に友達になってくれよって言われて友達になるんだけど、全然食べたくない木イチゴとかを食べて、おいですね、母って笑いながらお腹が痛くなるとか、悲しい話なんだけど、最終的に、狼が、おい、遊ぼうぜ、声をかけてきて、狼と遊んで遊び終わった時に、いや、ちょっと友達やなんですけど、お題をいただいてないんですけどって言った瞬間に狼さんが怒るっていう、その、俺は友達やじゃなくて友達を呼んだんだっつって、僕のこと友達って呼んでくれるのみたいな、そんな話だった気がする。おー、今ね、説明がね、下手すぎてね、なんかこう、多分2割も伝わってない。一応、言われた内容伝わったよ。うん。まあ、この絵本が好きで買ってた記憶がある。ああ。どうした？いや、そんなことできるの、あなた。あなたそんなことできるのすごい。これタグ見た方がいいやつだな。すごいじゃない。ちょっと待ってくれ。すごいじゃない、あなた。そんなことできるのタグ。はい、失礼します。ああ、そう、カステラの話、ありがとう、ありがとう。ちょっと教えてくれてありがとうございます。なんかすごい、なんか言ってた。すごいじゃない。びっくりしちゃった。人間の方が怖いって最初言ったの、チロチロでしょうが。なんでましたありがとうガロガロが人間の方が怖いになっちゃったいやー目ブレッブレじゃんでもこれはね原作に忠実です知ってるちゃんと原作中ブレッブレなんだけど何があったんだよこいつなんかこういう時にさこういうイラスト描いてるのガロマさんだよね前もお前うまそうだなでね描いてもらってたし共有すんな共有すんないやちょっと待ってこれねちゃんとね俺はちゃんとするよだからここ飛んで、これだちょっと待ってこうして、何をしておられるね、いや、もうちょっとね、待って。何してんだよ。こうして、こうよし引用した。おいいや、出てた。俺待ったわ。早かったわ。マジで今ね、スペースで共有した。ちょっと待ってね。冒頭のコメントのやつ。めっちゃびっくりしてる。これ多分あれだ。判断がなんとやらのやつだ。そう。判断がなんとやらのやつなんですだけど判断が遅いとかじゃないできるわけね超理不尽なんだけどちゃんと数年前で VTuber やってないから一郎さんの衣装着てない数年前の子いやー早いな本当に怒ってるよね左下の一郎さんこれ本当に怒ってるもう舐めた口を聞くなって本当に言うこれはすげえわいやいいですねめちゃめちゃ笑っちゃったうんいやお違うガロマートを共有したのは俺が勝手にやっただけで違うのガロマート一郎のタグを見たいんだ俺はびっくり絵本と聞いて頭に浮かんだのは晴れ時々豚と100万回生きた猫あ懐かしいどっちも読んだでも晴れ時々豚ってさ絵本っていうか、うん、なんか小学校の図書室にあったイメージだけどあれ絵本かうん一応あれも絵本か、うん、なんかあれだよねすごいなんかその当時すごくインパクトのある絵柄だった記憶はあるよねうんなんかこう作画崩壊したクレヨンしんちゃんみたいななんかすごいパーツが全部大きくて、なんかなんだろう、彫刻刀使ってなんか描いたんじゃないかな。はい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 。あ、今思えばさ、うん、あれ結構なんだろう、こう今放送に乗っけていい単語かどうかすごい考えた。まあ後でアーカイブでそこ削除するのは一郎さんなんで。探したくないよ、こんな2時間もあるの。やだよ、引っ返して探すの。いや、なんかあの映像が頭に浮かぶってさ、うん、だいぶ決めてない？なんかなんだろう、ウイスキー何杯か飲んだ後に出てきそうじゃないあれ。すごい今皆さん単純、今のガラマさんの運は本当に純粋にコメントに困ってる。いや、あるんだよ。どういうこと？そういう感じになるっていうイメージがあるから。わかるから。そういうことか。わかるから。どう答えたらいいだろうなと思って。でもなんか、舞台の台本とか書いてるとみんな大体そんな感じになるから、白筆も書こうと思えば書けるんだけど。そうだ、なんか常に決まってなきゃ書けないみたいな言い方。まあ否定はしないね。うん、否定してほしかったな。大声で否定してほしかったな。いやー、台本もいろいろありますからね。まあそうですよね。だってさ、なんかこう面白くないと、というか面白いっていうのがいろいろ基準はあるんだけど、うん、なんかね。何に対してもそうなんだけど、うん、当たり前で普通だと誰も見てくれないのよ。当たり前で普通にあることだけ書いてても先が全部分かっちゃうじゃない。まあね、大体そうなるよね、そうなったらみたいなのが分かっちゃうと、途端に人ってね、何の興味を持ってくれなくなるの。だからその突拍子もないことを考えて、それをなんとかその舞台の中だけは成立して、なんかこう成り立たせようとする頭のおかしい人たちが台本を書く人たちなの。なるほどね。ちゃんつけなくてもいい言葉つけたけど。うんうん、まあ、うん、ノーコメントで。なんかね、でも本当にそんな感じなのよ。なるほどな。だからなんか日常をテーマにしたアニメ、日常ってつくアニメほどさ、日常じゃないじゃん。まあそうだね、その2文字の代表的なアニメはあれは日常じゃないしね。とか日常を舞台にしたアニメって、いやそんなっていうこと起こるじゃん。そうだね、起こる。日常を舞台にしてたら、リアルな日常を舞台にしたら、学校に行って授業を受けて、お昼ご飯友達となんてことない話をしてご飯を食べ、まあ友達と食べないかもしれないけど、で午後の授業を受けて部活して帰って寝るだけなのよ。まあね、今日は頑張ったなって寝るだけなのよ。何もない一日。何もない一日。でもね、いっぱいあるんだけどね。まあね、いろいろやってんだけどね。でもなんかこう、そのと同じ日常見せられてもさみたいになるから、全然なんかこうすごい勢いでこう軽音部に誘ってくるよくわからないクラスメイトとかさ。はいはい。なんでかわかんないけど、絶対に放課後クラスに残り続ける、なんか髪の長い女の子が出てくるわけよ。はいはいはい。いねえんだ。こんな人間はいない。これはお話を面白くするための人たちだなって思いながら毎回見てる。なるほどね。なんでこんな、なんかもう、いや今日本当にあれだね、なんか卑屈だね俺。いや、なんか、うん、なんだかんだ新しい一面を見れてる気がするよ。本当に？うん。これ大丈夫？全然何に対しての大丈夫か全然分かってないけど大丈夫。大丈夫。じゃあいっか。ちゃんとガラマの一ガラマと一緒で。知ってる？本当に？うん、知ってる知ってる大丈夫。全然俺匠見てないよ。あべやべ。ちなみにその証拠にあーしはグリトグラムの説明を間違えたことをちょっと言るそんなんだっけああ間違えたっていまだにずっときてるそうちなみにさそのなんかこう例えば配信中にさうん、ああこうやってやっとけばよかったって気になることが起きるとするじゃない今のガルマさんみたいにうんうんその今のガルマさんをなんかこう救ってあげられる方法ないの？今どうしたら救われる気持ちになる？多分だから、うん、話題をなんだろうそらすじゃないけどここに集中させる。でも頭の中ではいや間違えたなってずっと残ってるわけじゃん。残ってんだよね。その残ってるそれを解消する方法ない？時間が解決するとしか言いようがないんだけど、一番は、うん、酒今は飲んでないの？今飲んでないんだ。うん。2人ともシラフのガルマとイチロってすごい久しぶりじゃない？久しぶりだね。かなり久しぶりだね。ちょっと待ってよ。もうちょっとさ、シラフじゃないとできない話しようぜ。シラフじゃないとできない話なんだろうな。ねえ、ガルマくんは誰が好き？そういうことではない。それはシラフじゃないとできない話じゃなくて、飲めない人たち、飲めない頃の年齢の子供がする話。あ、そうだね。そういうことではない。ないね。違ったね。シラフじゃないとできない話ってなんだろうね。シラフじゃないとできない話、普段お酒飲むからな。そういうのはやっぱ飲まない人の方がわかるかもしれないよね。なるほどね。じゃあ飲まない皆さん、シラフじゃないとできない話をちょっと募集するので。なんかこうおそらく今日今ぐらいだと思います。今回のガラマとイチロでタグをがっつりと活用するの。なんか。これについて話してほしいっていうトークテーマをガルマとイチロで募集するので、うん、よかったら今この、酒を飲んでないと話ができなくなってるんじゃないかっていうなんかこう不安に襲われてる2人に一本の糸をお願いします。気落とすなんてことはしませんからよければ一本糸をくださいお願いします。いやー、恋バナスタンド腐ってる。留学旅行か。シラフじゃないとできない話代表恋バナスタンド腐ってました。やべ。やべ。違ったか。間違えたか。いけると思ったんだけどな。運転じゃない。運転についての話をするとこ。あー、なるほどね。ちょっと待って何ガロイチのタグついてないけどガロイチのタグついてないけどイチロさんと足が2人のお化けになってるやつが嘘だ嘘おいるあるちょっと待って出てきてない俺タグつけてよタグつけてよガルマとイチロしてんだからタグつけてリツイートしちゃおう見つけてしまったからにはね言ったったからにはもうねあ寝ない子お前あ本当だあるそうあるでしょあったしかも俺が連れてくる思った以上に怖い思った以上にちゃんとガルマが連れてかれてる怖いわ怖いなんか新しいの増えてる。鏡持ってくんぞ。自分のことを棚に上げて選ぶったことを述べてるものに対する指摘、批判、非難あるいはツッコミ。こんなこと言ったっけ？でもまあ、置いとこう。共有しといた。こんなこと言ったっけ、ガルモさん。言ってそうな気がする。すげえ、LINE スタンプみたいね。LINE スタンプみたいだよね。めっちゃ好き。こういうなんかスタンプありそうだもん。ありそう。欲しい。なんかディスコードのスタンプとかになってそうだもん。いやー、あるよ。ん？ね、うん、大好きな体の部位はっていう質問が来てます。それ、シラフの方がシラフだから答えられる答えが絶対あるはず。なるほどね。シラフじゃないと回答違えと。そう。なんかある。うん、俺ね、うん、どこだろう。自分の体の部位でしょ？うん。うん。なんでかわかんないんだよ。なんでかわかんないんだけど、うん。うん、右の肩に、うん、肩の毛って全体的になんかちょっと長さが短いのね。俺、その短い毛の中に、うん、一本だけなんかものすごい長い毛が生えてる。全身の体毛はね、なんかファサファしてるからある程度長いんだけど、なんでその左肩のその部分の毛は ものすごい長いの。ちょっとこっち来いよ、引きちぎってるから。そうでたまになんかね、引いて眺めてプッて抜くのよ。取るので、なんか取って眺めてペッて捨てるんだけど、期間が経ったらまた生えてるんだよ、そこ。だそのね、どれだけ抜いてもある程度の長さのなんか毛が生えてくる、そこが好きです。ああつっちゃった。知らんガルマさんはなんか自分の体でここ好きだなとかないの？この流れで言うのやなんだ。なんで自分の体で好きな部位でしょ？そうあるじゃん。なんか実はつむじが3つぐらいありますとかさ。つむじは1つやね。なるほど。うん。自分の体の好きな部位か。なんか実はなんか膝パカって開いて、そこからなんかこうなんか輪ゴムが飛んでいきますとか。これ大喜利じゃねえんだわ。大喜利じゃねえんだ。別にそのイチローさんの毛に勝とうと大喜利してるわけじゃねえんだわ。別に。じゃあなんかその好きな部位じゃなくてもいいから、これもしかして自分の体だけじゃないかなみたいなことある？自分の体だけじゃないかな。他の人であんまり聞いたことないなみたいな。なんだろうな。聞いたことない。なんか他の人。顎の下の皮がものすごい伸びますとか。あった。頭の、その頭皮が、多いか柔らかいかわかんないけど、眉毛を、その、上下にめちゃめちゃ動かすと、髪の毛の方までめっちゃ動く。すごい。すっげえウェーブする。すごい。それあれじゃん、なんか、俗説で言うとこのハゲない人じゃん。そうなの？そうなの？なんか頭皮柔らかい、毛にくいって言わない？マジ。でも確かに、髪切ってくれる人に、将来安泰ですねって毎回言われるわ。それじゃん。それか。それじゃん。それなんか。まあ。安泰やん。なんか。これはもうね、なんでか知らないけど、学生の頃に頭一番動かせた人優勝選手権があって。すごい。マジすごい、なんか学生だねっていう感じの大会だね。優勝景品はその日風邪で休んじゃった子の余ったアーモンドフィッシュ。それ学生ってか小学生でしょ。そう。あでもね、中学の頃やったよ。さ、何で競ってんだよ。だって中学の頃はカミカミ昆布だったもん。それもしかしてみんなのガロマさんの頭皮がものすごい柔らかいの周知の事実でさ。いや違う、中学の頃はもしかしたらそうだったかもしれないけど、小学校の頃はもう全然もうみんなガチンコでアーモンドフィッシュを食べたいがために、もう俺のものだと言わんがばかりに、こう頭皮の柔らかさに自信がある者たちがこう前に集ってくるわけだ。そう、我こそはっつって勝ち取ったの、勝ち取って一部の女子からめっちゃ惹かれた。代償がでかい。うん、すっげえ惹かれた。その時ガロマは、本当にガロマはですね、頭がお花畑だったので、はい、別にそんな悪いことをしていない僕は、周りから嫌われることはないと思って、それがあって、ドン引かれてから、ちょっと世知辛さを知った。マジか。まあでもじゃあ、動かないやつと将来結婚して、なんか50歳ぐらいになった時にハゲ散らかした旦那さんを見てなんか悲しい顔したらいいんじゃない？いや今日本当に言葉のチョイスがひどい。今日火力高いね。今日ひどいな。今日火力高いね。火力高いけど、火力高いのは良いとされてるよ。なんかそのね、いや、小学生って残酷だなと思うんだけどね、そういう、なんか結構本当にそういう反応するじゃない。する。もうなんかね、いや、残酷、小学生だからこそできることだと思うし、そのなんかこう、知らない、わからないっていうことに対してね、なんかこう、大人が何かどうこう言うわけではないんだけれども、なんかね、物申さないとすっきりしないっていう気持ちはあるよね。いや、これ俺だけかもしんないけど、世間を知らないっていう人たちの反応に対して、いや、世間まだね、知らないからしょうがないねっていう気持ちだけではなく、でも物申さないと気持ちはすっきりしないよっていう気持ちがある。俺だから多分ね、ちっちゃい子供とか好きなんだけど、できるだけね、振り合わない方がいいタイプの大人な気がする。一番立ち悪いよ。嫌いじゃないのよ。なんならむしろそのちゃんと、ね、福祉保育の勉強をしてきた時期もあるぐらいには別になんかこうそこに拒否はないんだけど、そうね。でもなんかちょっと一時的にちょっとなんかやり取りがあるぐらいだったらまだなんとかなるんだけど、長期間一緒にいるような状態にならない方がいいタイプの大人なんだなっていうのをもう悟ってしまった、だいぶ前に。その長期間一緒にならない方がいいっていうのがもう解像度が高い。いる、そういう人いる。人いいけどね、たまに会うならいいんだけどね、ちょっと常に一緒はちょっとねっていう。あれだ、お盆とか正月に会う親戚だ。いたー。なんていうの、お盆とか正月の親戚の集まり、もう何年かぶりの親戚の集まりがあるときに、ものすごい面白いおじさんがいるんだけど、その時だけ面白くて、常に一緒にいるような状態になるってなったら、親戚一同が全力で止めるタイプの大人。そういうタイプの人間が多分俺。その親戚の集まりの3時間から5時間ぐらいの時間だけだったらめちゃめちゃ面白い自信がある。もうちょっとなんかね、おじさん家が大学の近くだからあそこに止めさせてもらえたんですけど、今多分そんなことないと思うけど、そういうことが、学費がちょっと高いからなんかせめてそこだけはなんか安く済ませようとかっていうので絶対にお願いされないおじさんだね。はい、最終手段にならない。でもそのちっちゃい子供が心、なんかこう幼心になんかこう、あまりにも異質で、あまりにもなんかこうショッキングなおじさんとして記憶に残り続けるから、何年後かにおじさんどうしてるかなって思い出してなんかこう会いに来る子供はいるかもしれない。いやー、そうして私はってダンカンさんのナレーションが入るね。そうして私は今大学を卒業し、おじさんのもとで陶芸の道を目指している。陶芸なんだと思って。一作目のね、一作目の僕の夏休みはね、お世話になった親戚のおじさん、陶芸の人なのよ。むき難しい、気難しい。いや、すごくね、すごくなんかね、人当たりのいいお父さんなの。うん、すごく人当たりのいいお父さんだし、すごくほがらかとしたお母さんなのよ。なんかこう、ローラかっていうのかな。なんかこう、はきはきと物を言って、でもなんか愛情に溢れてみたいな。はいはいはい。でも待って、親族の中に陶芸家が一人、その陶芸家のおじさんは絶対に面白いおじさんなのよ。面白くはないわけがないじゃない。うん。多分面白い。田舎で登り釜してるおじさんなんてさ、もう小学生の頃に会ってたら多分マジで頭に焼き付いていっちゃうもん、俺絶対。いやー、そんなおじさんいてくれたらよかったな。マジで。あ、ハゲ無縁なので勝ち組ですって言ってる。あら。すごい。アーモンドフィッシュ懐かしい。頭すごく動かした選手権。やっぱり異質だって、ないってそんな選手権。あったんだもんだって。だからみんな、その、ちっちゃい頃のガロマさんが頭すごく動かせるってこと知ってて、ああ、多分アーモンドフィッシュ食べたいんだろうな、ガロマくんはって。じゃあ、今日は頭すごく動かせた人が、このアーモンドフィッシュ持ってかれますって言ってくれたんだよ、きっと。なんでそんなかわいそうな人みたいな扱いするわけいや、なんか、早く走れたとかさ、すごくなんか、いっぱい何かができたとかじゃなくて、その頭皮をすごく動かすなんてすごいピンポイントすぎない？いや、ピンポイントすぎる。あったんだよ、そういうくだらない大会が何回もあった。何回も？マジか。他になんかバリエーションないの？くだらない大会。家庭科の裁縫セットの、うん、チャコペンあるじゃん。あるね。うん、あれ、赤と青2色のセットをみんな買わされてたんだけど、はいはいはい、セットの中に入ってたんだけど、それがどっちも均等に減ってた人優勝選手権。一番使ったじゃないの。どっちも均等。それうん。マジ。普通の、赤と青の、2色の、つながってる普通の鉛筆のタイプだと、赤が絶対みんな消費されてるから、ね、あれじゃないと。うん、あれじゃチャコペンでいいや、みたいな。なんでそれはさ、誰がそのその選手権のテーマを決めるの？でもなんか最初はそれこそなんか4人とか5人とかぐらいの集まりでやってたんだけど、はいはいはい、次第に大きくなっちゃってそこのグループの子がパッと決めてたはず。あ、なるほど、子供から決まるんだ。へえ、うん、先生はもうずっとニコニコ笑ってる。でもそれさ、なんかもうちょっと一個間違えれば不正司法。まあね、そうだね。やってた子もいたのかな、わかんないけど。もしかして頭皮すごい柔らかい選手権の時、なんかその決めてる子になんか渡した？なんか渡したじゃないんだよね。が悪い小学生がアーモンドフィッシュ干したに何を渡すっていうの。本当だよ。はあ。いやー、久しぶりに何の身にもならない話をするの楽しいな。うん。実際楽しいね。なんか世間は身になることに溢れすぎてんだよね。急にテーマ変わって、なんか身にならないことばっかりしたい。ならないことばっかりしたい。なんか身にならないことってこれあるっていうのがなんかないかな。ならないこと？例えばなんだろう。うん。こう天井にあるこのなんかよくあるこう模様みたいなのがある天井なんだけど。うん。この天井で何組顔の形が作れるかとか。意味ねえな。なんか熱出て学校休んだ小学校の夏の午後とかにやんなかった？やった。やった。もうさ、暇の極みなのよ。なんか、うん、風邪ひいてるからなんかこう、遊びに行くこともできず、家で何かガチでちゃんと体調悪い。家でゲームをさせてもらうこともできず、あんたちゃんと寝てなさいと言われ。でもね、もう山ほど寝たから寝れないのね。はいはいはい。もうだってさ、昨日の夜から寝て、起きて、ああ、まだ体力はあって、だって午前中も寝て、もう午後になったら寝れないじゃない。寝れない。寝ようがないのよ。だからもう寝れないのに寝なきゃいけなくて、天井しか眺めることができなくて。あれ、なんか、コータの顔っぽいとか。いたわ、今いた。あれは、なんか藤田のやつだわ。田中は顔でかいから、あの部分みたいな。すごいなんか突然今思い出して、なんか悲しい気持ちになっちゃった。なんででもこういう話好きなんだよな。なんか人生においてすごく虚無を過ごしてた時代に何してたかすごい思い出すの楽しくない？わかる。あの頃の俺どうやって生きてたんだろうって、なんか今思い返すとさ、なんであれで生活できてたんだろうみたいなことで生活してるから面白いんだよね。まああるね、実際ね。うん、なんか、いや多分すごく幸せなことなんだけどさ、まあね、突然思い立ったようにチャーシューを作り出す日があったりとか、これすごいね。なんか、いや、本当にね、山ほど暇だったのよ。なるほどね。山ほど暇だったから、しかも、どのタイミングで作り出すかっていうと、絶対そうじゃないだろうっていうタイミング、10時とかなので、夜の。絶対そのタイミングじゃない。絶対このタイミングじゃないのに。暇すぎて、なんかもう、なんかしないと、なんか暇で、寝るのもなんか嫌みたいな時にそんなことしてた。ああ、なるほどね。でも私それだったら、料理つながりだと、はいはい、お菓子作ってたね。お菓子作りはさ、なんか身にならないことではなくない？いや、レシピも特に見ずに、はい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 、そんなに好きじゃないお菓子作ってた。どういうこと？俺が考えうる最強のお菓子みたいなじゃなくて、全然。例えば何作るの？余ってるクッキー。そんなに好きじゃないのに？そんなに好きじゃないの。パサパサもあるし、口。あとね、正確には自分の作るお菓子がそんなに好きじゃないの。なんでお菓子作ってたの？なんでクッキー作ろうと思うの？なんか作ろう。じゃあ聞き方を変えよう。それはさ、どういうタイミングで作ろうって思うことが多かったの？まあ普通に休日2日連続でさ、はいはい、休む時に、はいはいはい、2日連続だから結構時間あるよね。何も時間あるのよ。なんか VTuber とかしてないもん。なんかめちゃめちゃ有り余る時間が2日間ある。そう1日目は、ゲームとニコニコ動画で潰したね。うんもうなんなら2日目の夕方ぐらいに1日目に見た動画見て、あの頃に戻りたいってちょっと思うような感じの。はい、なんかそういう潰し方は確かにする。ニコニコ動画は通ってないけど、そういうな俺の場合は YouTube でひたすら見てた。はい、で2日目朝食べて、ぼーっとして、昼食べてぼーっとしてぼーっとしてる時間があるのいいな。マジで虚無なんだよ。ぼーっとしすぎて、お菓子作ろうって22時ぐらいになる。22時だ。やっぱり22時って魔の時間なのかな。ここでちゃんとなんかちゃんとね、いやただぼーっとしてたわけじゃないんだっていうわけでもないけど、とする仕方にもいろいろあって、例えば突然持ってる漫画のなんでもない、1巻じゃないの。なんでもない7巻ぐらいを突然スッて取り出して開くけど、でも読んだよな、大体知ってるし、別に面白くないなってスッて戻すって時間があったりするのかな。ぼーっとするって問題。ある。なんかとりあえずちょっと7巻読んで、こんなんだったわ。で別の漫画の3取り出して、こんなんだっていうのをするだけの時間のことをとかをぼーっとする時間っていう。ある。ただ虚無を過ごしてるわけじゃないの。そう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 。あとTwitter眺めるツイッター消す、ツイッター起動するの時間なの。スマホ見ながらぼーっとしてるときの、スマホ見てぼーっとしてるときって大体そうじゃない？大体そう。なんか、ツイッター見て、なんか、この、なんかね、面白そうなツイートのアカウントに飛んで、そのアカウント眺めて戻って、うん。あ、疲れた。休もう。で、ツイッター起動するんだよね。いやー、虚無の頃思い出すの楽しい。いやー、本当にもう。てか、なんだろう、自分の作った料理にさ、うん、満足しないんだよね。え、なに、匠？なんか、匠なの？違う。巨匠か何かなの？もう自分の作る料理は、腹を満たすものなんだ。虚無じゃん。それ以上でも以下でもなくて。虚無やんけ。虚無。ね、でもなんかそれだって分かってるのにクッキー作りたくなるの面白いね。作りたく、なんか なったんだよね、あの時は。今はもう全く作らないけど。もう多分ね、作れって言われても多分作れない。多分。すごい。クッキーってさ、うん。ものすごい、砂糖使わない？うん、すっごい使う。うん。これでもかってぐらいいる。入れないとどうなるの？入れないとどうなるか。そう。クッキーに砂糖そんなに入れる必要ある？なんかね、腹に入れたくなくなる。こんなボソボソっとした甘くもない美味しくもない、よくわからない焼き物をなんで口に入れてるんだろうってなる。そっか、無理か。まあ甘いものって言うしな。でもね、多分砂糖少なくても好きな人は好きなんだと思うけど、もしかしてさ、うん、もしかしてお菓子って、うん。気づいてしまったかもしれない。もしかしてお菓子ってさ、大量の砂糖をできるだけ罪悪感がないように食べるために作られたものなんじゃない？甘いものが食べたいんだったら砂糖食えばいいじゃん。確かに。でも大量の砂糖を食うとさ、うわ、こんな味食べるのみたいな。いや、甘いんだけどなんかカロリーすごそうとか、なんかこうすごいなんか体に悪そうとかになるけど、同じ量のお菓子にすれば、あ、美味しいってバクバク食べるよね。確かにそうだね。罠？何かの罠これ。砂糖だから効率よく本当に取りたいんだったら、もう多分パウンドケーキとかの方がいいね。パウンドケーキそんなに？すごい使うよ。まあ？砂糖もバターもめっちゃ使う。思ってる3倍ぐらいは使う。でも確かにあれすごいしっとりしてる。うん、やっぱね、入れればうまくなるのよ。少なくとも作ってた頃のガロマーソーだった。うわー、マジか。あ、ごめんなさい。これで料理作ってる人でお砂糖全然入れないですとか、少なめで大丈夫ですって人がいたら、ああ、なるほどね。これはもうあくまでもガロマさんの場合だから、あくまでガロマの視点なんだけど、もうめちゃめちゃだし、なんなら入れないとまあ食えるにすらならなかったから。なんでそこまで入れないと食べるものにならないものを料理としたんだろうね。もっとさ、なんかもっと違うもので料理にならなかったのかな。ならないのか。あ、すごい。自分で作った料理をこんなんじゃいかんって皿ごと地面に叩きつけるガルマさんのファンアートを切に待ってみる。納得しない。自分の作ったものに納得しない匠のガルマだ。地面叩きつけたら食べられなくなるよ。すごい、なんかこうパレのパティシエールのガロマのやつだ。パリのパティシエに対する偏見やめ。って言いますね。偏見すごかったね。なんかパリのパティシエさんって厳しいみたいな勝手な偏見がありました。すいません。なんかわかる。なんとなくわかる。砂糖入れないは少ないクッキーはあれ虚無の小麦粉焼いた何かですね。ああ、なるほどね。だったら俺なんかホットケーキとかなんかお好み焼きの方向に行きたいな。うん。もうホットケーキこそすごい使うからね、砂糖もバターも。なんかないの？なんかこう使わずにできる何かないのかな。なんだろうな。洋菓子は基本的にたくさん使うと思うよ。使わないけどお菓子って言われる部類のものってなんだろう。砂糖をそんなに使わないけどお菓子だよって。なんだろうね。でも基本さ、何作るにしても砂糖入れるよね。まあ入れるよね。なんならだってお菓子とかって言われる、ね、スムージーとかって言われるなんかものにすらなんか砂糖ザッて入れてるもん。なんか入れる入れないとだって美味しくないもん。砂糖ってやっぱりうまいの部分を司ってるのか。まあだってね。あ、じゃあ逆か。砂糖を入れることでうまいものとして他のものを摂取できるようにしてるのか。あ、なるほど。でもそれにしてもクッキーとかパウンドケーキとかって他のうまいもの虚無すぎない？砂糖しかないじゃん。だって美味しい成分。スムージーとかだったらさ、バナナだったりとか、なんかフルーツとかを、なんか野菜とかをもうちょっと甘く飲めるようにするみたいなので納得できるけど、うん。他の、ってなっちゃった。これ以上なんかステラおばさんに喧嘩売るわけにはいかないから、クレアおばさんだって忘れた。クレアかステラか忘れたけど。あれいまだにじわじわ来てんだよな、なんかハイムさんとこでやるもんの。なんかすごい面白かったらしいですね。出てきたんですよ、クレアおばさんとステラおばさんの家に挟まるハイムおじさんみたいな。なんかこの世の地獄みたいなタイトルが出てきたんですよ。地獄だね本当に、うん、マジですごかった。いまだに思い出してクスってなっちゃうの悔しい。すげえな、やっぱ天才だなね。、まあ、誰とは言わないけどね、うん、見たら誰がそれを考えたのか分かるけど、ここでは誰とは言わない。はいはいはい。なるほどね。いや、甘いは正義、両手にステラ。やっぱ甘いは正義なのか。甘いは正義ですよ。この前さ、うん、なんかこんな夜中にこんな甘いもの食べちゃダメと思って、うん、でも甘いもの食べたり、もうね、編集ばっかりしてたらさ、もう甘いもの無限に食べたくなるの。はいはい、そうだよね。永遠に頭しか使わないからさ、逆に。体1ミリも動かさないからさ、椅子座ってるだけで。そうだね。ひたすら甘いものを体が求めるようになって、うん。いや、でもこんな夜中にコンビニ行って、こんな甘いもの食べちゃダメと思って、目に入った0キロカロリーの寒天ゼリーみたいなのをこう、もうとにかくなんか手に取って、うん、自分に甘いものを買ったっていう、なんか誤認をさせようと思って、脳みそ。なんかね、あるのよ。なんかこう食べたいんじゃなくて買いたいっていうフェーズがあるの。うん、なんかとにかく甘いものとかを何かをコンビニで買いたいっていう気持ちになる時があって、うん、でそれが大体甘いものを食べたいとね、なんかこうフュージョンしちゃうからすごいことになるんだけど、とにかくゼロカロリーの寒天ゼリーをガッて取って買ったぞって自分を誤認させたんだけど。なんかもうね、食べても美味しくないんだよね。あれね、なんかちょっとね、もうちょっと濃い味にならないのかなって思うけど、ならないんだよね。どうしたらいいのってなる。あれのさ、うん、やっぱさ、コンビニとかで売ってるやつもさ、結構カラフルな色でさ、食べる前すごいワクワクするんですよ。わかる、すごいわかる。なんかちょっとなんなら食後の楽しみぐらいの感じで、ね、ワクワクするんだよね。板食べてみると、ちょっと違うんだよな。いやでもこれで自分を納得させなきゃいけないと思うしかないんだけど、なんかこうそれで自分を納得させる工程があまりにもなんか切なくなるんだよね。なんかうまい方法ないのかな。ないかね、うまい方法。分かった。ん？今から、うん。倫理観を失った発言をしてもいいですか？とりあえず聞くだけ聞きましょう。ありがとうございます。はい。お腹に、うん。着脱式のパイプをつけて、なんか、食堂から胃に行くラインと、食堂から外に出るバイパスを作るわけよ。大丈夫、太鼓まで聞くよ、とりあえず。とりあえず聞くよ。でさ、こう、食べて、これは栄養素にしたいっていう場合は、胃の方のラインに落として、これは甘いものを食べたって実感だけ欲しいって場合は、外に出すの。どう？病院行く？いやだってそうしたらさ、いや口の中でほらなんかこう、あ、甘いもの食べたっていう情報はほらちゃんと脳に行くわけじゃない。それを吸収しなかったらいいんだと思って。お願いだから共感を求めない。ガロは倫理観を失いたくないのは。なんでだよ。まだまともな生き物になりたいの。人がもうまともじゃないみたいな言い方するな。倫理観なくすって会話してるんでしょうか。ダメかな。いいかな。一郎さん疲れてる。まっすぐ質問いただいたですね。今日はですね、1時半ぐらいからですね、このスペースが始まる5分前ぐらいまでずっと動画の編集をしていたので、疲れてるか疲れてないかで言われてると疲れるんですけど。疲れてるよね。え、濃い味のものをお求めならば、今濃いめで美味しい植木鉢がセブン、植木鉢がセブンで売られてますって。植木鉢食べるの？植木鉢、え、なんかあれかな、なんか土をチョコに見立てたなんかスイーツみたいなのがあるのかな。わかんないよ。甘いだけの土かもしんないよ。売るか、そのコンビニで。砂糖を全く使わないなら素焼き団子の醤油塗ったやつかなって気がしますけど、 あれをお菓子とするかご飯とするか線引きが難しいなと。いやでも、まあ、和菓子だよね。でも待って、冷静に考えて、素焼きの団子、その団子の時点で多分そこにはすごい糖質が入っている。お前なんかその白い純粋無垢な色をした丸いもののなんか可愛さで何とかしようとしてるけど、お前は知ってるぞ、トースだろ。食べたいよ、美味しいもの。いやー、なんかなんとかして0キロカロリーと言われてるものたちが美味しく食べられないか考えることを、たまになんかこうある一定の周期で突然それがやってくるんだけど、その周期が来てしまうと、その後の反動がひどいから、できるだけ来たくないって気持ちが今はある。なるほどね。やっぱりカロリーある方がうまいよなってこう、ものすごいこう。そうなんだよね。結局そっち行っちゃうんだよ。ものすごい波が押し寄せてくるから。体を動かせって話なんですね、きっとね。そうなのかな。そこに落ち着いちゃう、ね、きっとそこに落ち着いてしまうのかもしれないですね。そんな時間があったら動かしてるんだな。今日も荒れまくってんな、今日マジで。荒れまくってますね、マジで。荒れに荒れて、荒れまくってあと1分だからね。どうするよ、これ。荒れたな。今日はなかなかギスギスした回ですね。そうだね、確かに。でも一番話したかもね、ここ最近で。確かに話す時間は多かったかもしれない。なんでかっていうと、2人とも飲んでないから。そう、飲んでない。2人とも飲んでない。だってお酒冷えてなかったんだもんね。しょうがないね、冷えてなかったからね。冷えないよ。お酒冷やしとけばよかった。いやでも結局ね、お酒冷えててもね、作業があるって言ったら飲まないからね。そうなんでね、この後足も入れてちょっと作業するから。もうさ、どうしてこう片一方の作業をしながら片一方の人と話すみたいな脳みそになってくれないんだろう人間は。まあそこまで器用にできてないんやろな。なんかこう構造として完成されてないよね。いやこの前さ風邪ひいたのよ俺。はいはいはい。すごい久しぶりに風邪ひいて。うん、多分ね去年の12月にうん、なんか突然狂ったようにゼルダをしてた時期があるんだけど、はいはい、あったね、うん、あの時期実はコロナにかかってて、そう言ってなかったけどコロナになっててびっくりだわ、言っちゃうんですもう半年以上経ったから時効かなと思ってコロナかかって治って、でも療養期間で家から出れないみたいな時に暇だったからリハビリでゼルダをこうバカみたいにやってたんだけど、うん、あの時以来だね、風邪ひいたの。なるほどね。風邪ひいて思ったんだけど、なんで風邪ひく体になったんだろうと思って。なんで風邪ひく体になったか？だって人間ってほら、いろんな進化を得て今来てるわけじゃない。まあね。進化の過程で散々風邪ひいてきたわけでしょ？まあ、そりゃもちろん。体勢つけろよって思わない？いやわかるよ。ウイルスも変異してるから、いろんなウイルスのタイプがやってくるから結局風邪引き続けるってことはわかるんだけど、うん、そうよ、うん、そもそもウイルスが入ってきて風邪をひくっていう症状が起こるんであれば、いやで、うん、ウイルスに負けないための構造で熱を出すんだってことも知ってるんだけど、まずウイルスになんか左右されない体の構造になれよって思わない？だってもう何世紀とかいうレベルじゃないじゃない。もうだって2023年、少なくとも2000年間はずっと風邪ひいてるわけだから、なんとかしろよって思わない？すげえ無茶言ってる時間ある。終わり際に何でもだって言ってくれるの。いやだって風邪をひいたせいでナレーション取るのが遅れて今日全部取ることになっちゃうんだもんだって。お疲れ様です、本当に。もう無茶ぐらい言わせてよ。もう2000年も経ってんでさ、なんか人類が進化したとか偉そうに言うんだったらさ、まず風邪ひかないようになっとけ。マジでもう、なんかもう iPhone ができようか、AI が進化しようか、風邪ひかないようになるのが先だろ、お前。やめろ、その辺のまだなんだ。巻き込むな。片手でこうやってなんかスペースができたりするこの時代はとても感謝して、これがこんなに進化する前に風邪ひかないようになる進化の方が先だろうがよ。そう一郎は思います。すげえ無茶言うじゃん。最後の最後にびっくりだよ。あ、すごい、こんなものが上がっていたのか。2分前にバレた。可愛いものが上がってた。これ団子食べながら俺なんで人風邪ひくんだろうっていうファンアートです、これ。足どんな顔聞いてんだこれ。いや皆さんもね、この先ちょっとなんかこう自分の体が俺の体進化するかもなって思った時はまず風邪ひかないようにしといてください。ただ後世に多分すごく助かるはず。ね。なんか最後の最後で居心地悪くなったんだけど。これ八つ当たりぐらいさせてよ。もう誰も悪くない人類の進化にぐらい八つ当たりしたっていいじゃん。いやだって実際にいる身近な人に八つ当たりしたらそれはだって八つ当たりだもん。なんか理不尽なことに八つ当たりしてすっきりしたいじゃん。悪い。さ、1秒が勝手に1秒進んでんじゃないよ。俺が今日ないのに1秒進むな。理不尽に喧嘩売りたい。売ってる。もう売ってる。本当に。もっとか。もっと売りたい。もっと売りたい。もっとなんかもうこのすっきりした、八つ当たりしてすっきりした、みんなない理不尽なこと。ない。重力があるせいで俺が5メートルジャンプできないみたいな。お前何考えてんの。ないね。いやまあでも1個ちょっと前にバズったツイートでそうだなっての思い出したんだけど、人類が歩くときに雨を防ぐのいまだに傘だけなのにだよね。なんかバリアでも作れよ。もっとあんだろうと。そう。お前なんでその上からっていうかこうそのなんていうの許せる範囲が角度90度のその垂直に近い角度しかないんだっていう話ね。そう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 。45度は負けんだろうって。風吹いたらまず足アウト。もっとなんか効率のいいものがないのかっていう気持ちには確かになる。うん。いやー、この話でやりてー、2時間ぐらいやりてー。最後の最後に白熱した。人類の神秘に喧嘩売ってる。ギス。八つ当たりしたらギスギスするの別にだって誰にも、誰に悪いことじゃないじゃん。もうどうしようもないことに八つ当たりしてんだから。あ、ちょっと待って。何さっきタグつけないで書いてくれた人が、はい、過去のイチローさんがはたかれる神アニメーション作ってる。何やってんの。もっと使うべきところがあるでしょ、その能力を。めっちゃぬるぬるなんですけど。結構殺意高いな。距離すごい打ってる距離。ものすごい吹っ飛んでるやん。ビンタの移動距離がすごい。過去の俺に対する今の俺のあれすごいな。うん、すごい。いや、まあ。八つ当たりしてるのは理不尽なものか昔の自分かだからまだね、うんうん、まだ人としての形は保ってるよね。うん、うん、誰も傷ついてないから大丈夫、ね、うん、うん、終わり方これでいいのかな。今日お酒飲んでないからさ、はい、割と正常な判断なのよね。わかる。終わり方毎回こんなんなのかしら。あのね、ちょっと大体そう。ああ、そっか。じゃあ大丈夫だな。そう、大体そうなんですよね。なるほどね。なんか告知することありますか。毎週水曜日夕方6時から6時半ぐらいから的雑談配信やってます。次回の10月の一番最初の雑談で9月にたくさんお出かけしたので、それの散歩の風景の写真を報告したいと思います。よかったら来てください。お願いします。いつもの散歩報告だ。うわーい、毎月一番最初にやるやつ。はい、今回は海に行かれたんですか。今回は海にも川にも行かれたんで。すごい、夏。そう、夏した。9月は夏だった、まあ、確かにね、9月夏だったよね。普通に暑かったし、ね、もう、うん、普通にギリギリまで30度とかだったしね。普通に暑かったし、こないだ日差しで温まったポーチのファスナーのあれで手やけどしたし。夏じゃん。あ、ちょっと待って。人類の傘も進化してるらしいってきたけど、俺これは進化って認めないかもしんない。このサムネは進化って認めないかもしんない。ちょっと今ね、共有したんだけど。悲願。これ認めないかもしんないですね。認めないかも。あ、憤りチロも書いてもらってる。かわいい。かわいい。だし。今思ったけど、ガルマさん自分でこうフードをかぶってる自分を描くの珍しくない？うん。だいぶね、冷えてきたし、そろそろかぶっとこうかなって。あ、今、だからあれか。ガルマの中のひそかがそろそろかぶるかって言ったんだ。なんかやりづらいな。やりづれえのはガルマとイチロだ。あ、やった。じゃあ、やったいつもの状態に戻ったんだ。やっぱいつものだったわ。ガルマとイチロいつものだったわ。うん。安心した。安心した。ガルマさんからやりづらいって言われて、こんなに安心することあるんだと思った。すごい。この、なんかもう、すごい、納得いかないよ、全力でこう。あのね、うんのね、節々から納得のいかない気持ちがね、伝わってきた。ちょっとスタートからだいぶかかってます。いやー、これもう今日もゆっくり寝れねえんだよな。やることあるからな。そうなんだよね。まあひとまず俺自分の告知してない。危な。うんうん、告知。ですね、本当は木曜日に上げようと思ってる動画を今頑張って作ってます。はい。で、やる、あとこれをしたらいいってことがもう分かった状態ではあるので、ま、今日と明日頑張ったら、日曜日とか月曜日あたりじゃないかなと思ってます。お、じゃあ、チロチロさんの、Twitter、間違えた X の方をチェックしてください。はい。あ、でももう一回サムネだけ出すか、今。おでもなんかのためにサムネだけは用意してたんですよ。今出そう。出す。見たい。あ、そうだ。ガラマも動画出すわ。忘れた。ね、そうだ。今作ってるわ。そうだ。次に出る一旅のサムネです。これを、なぜかガロマと一郎のタグであげると。うん、本当になんで。これであげることで、皆さんにこう、まあ、挨拶をすることができると。あ、はい。皆さん、12時ですよ。夜中の12時ですよ。次の動画のサムネだよ。みんな見てね。焼き豚卵飯だよ。知らない。ガロマー飯はそんな食らないタイプだからいいけど、知らない。みんなお腹すいたね。これはね、白ご飯の上にね、チャーシューとね、半熟の卵焼きが乗った上でね、チャーシューのタレがね、たっぷりかかった美味しい丼だよ。超説明してんじゃん。で、思ったけどさ、これ揚げてる一郎さん自分で食らうんじゃないのこれ。もうね、この動画もうね、10時間ぐらい去ってんだよ、こっちは。なんならもう連日見続けてもうなんか20時間ぐらいこの動画見てんだよ俺。そんなね、飯テロを食らうなんてフェーズはね、とっくの昔に終わってんだ。グーパーしてきてる。とっくの塔にもこんなもので飯テロを食らってお腹すいたなっていうのはね、終わってんだよこっちは。食らえ。今の暗いよい。はあ、すごい。そんなスタンプ増えたんだ今。あ、すごい、スタンプの種類増えてる。え、本当に？え、すごい。めっちゃ増えてる。しかもグーパン復活しとるやん。復活？あ、一時期なかったの？だってさ、100点じゃなくてピースじゃなかった？ピースだった。グーパンと100点戻っとるやん。おお。え、しかもよくないねが増えてる。押しとこう。え、なんかほら、これが増えるとすごくない？確かに。なんか、その意思表示するのすごいね。これ使うことあるのかな？どうなんだろう。賛成だったらこっち、反対だったらこっちみたいな？ないとこ。皆さん、このスタンプこんなに増えたんだって言った後で、あえてちょっとお伺いするんですが。いやー、いいサムネでしょ。ひどい、本当にひどい。率先してコメントとかしてくれる人たちがめっちゃよくないです。いやー、なんか生きたやりとりを皆さんとしてる感じがしたの。いやー、お腹すいたな。ね、みんなお腹すくね。ごめんね。いやでも告知の時間頑張ってこの動画作ってるので。楽しみにしてもらってはいお腹空いちゃってお腹空いた人に関してはまあちょっと別に俺はどうもしなくてまあ水でも飲んで耐えてもらったと思うんですけどはいそうなんですあ、はい、あとですねあさって一応日付変わったから明日の月の1日の確か夜9時ぐらいだったと思うんですけど、うん、氷チルさんって方の、はい、チャンネルでなんか旅動画についてのなんかワークショップみたいなタイトルのコラボ配信をさせてもらうことになってまして、はい、で、うん、なんかそのワークショップついてるけど俺別になんかこう今まで旅動画を撮ってきたタイプの人間じゃないからいや、ま、活動始めるまではやったことないから、うん、もうやってきて思ったことをただ言うだけの時間になるんだけどなんか普段どんなことを考えながら動画を作ってるとかっていう話す機会になるんじゃなかろうかと思うのでもし気になる方はぜひで、今後、はい、あじゃあ旅動画を撮ってなんか活用かなっていう方に対してはまず一回考えろって言ってからまず落ち着いて考えようって言ってからそれでも大丈夫って来てもらったらと思いますみんなに見てもらえばいいじゃんいや単発で旅動画を撮ろうって人にはもってこいだと思う、うん定期的に旅動画撮ろうって思う人にちょっと待てっていうちょっと待ていろいろちょっといろいろちょっと質問させてくれまずお前は平日に休みが取れるのか土日に取りに行こうってなんて考えるのはダメだそうだよな過去の自分穴を向き引っ張らいた一緒だもんなそれぐらい言うよお前の仕事が平日に取れないのであれば諦めろどうしても土日がいいっていうのであればお前のその動画にかける時間の中の30時間かかるとしたらそのうちの10時間は人にモザイクをかける作業だいいな覚悟しておけよそれでもいいというのならばその状態で旅動画を撮るとよかろうなんか俺はもしかしたら旅動画あっての方でいらっしゃいますか違うこれ以上こうなんかこうこれ以上ってなんか何をもってこれ以上って言ってるか分かんないけどこれ以上悲しい人間を増やしちゃダメだと思って別に自分のことを悲しいなんて思ってないけどでもあこれやらなきゃいけないんだってちょっとずつじわじわ積み上がっていった自分が確実に今ここにいるから違う悲しい人を増やしたいんじゃないのそのあこれやんなきゃいけないのかって動画編集をするときにはって気づいてあーってなってその時の自分をなんとかしてあげたいの切ない思いをした自分をなんとかして消化してあげたいからまずお前は平日に休みが取れるのかなんかそいつ救えもいストーリー作ろうそうであとうん、残業がある仕事じゃないかどうだ止まんねえよ残業がある仕事をしてる上で動画を編集しようなんて考えるな効率よくやったらうまくことが進むと思ってるだろう思っていたよ過去の俺も思っていた思ってたんだその考えは捨てろ力強いな今の生活があるだろ仕事帰ってきて飲食10で余暇の時間だその余暇の時間がまず全部作業に変わるその作業に変わった上でなおかつ寝る時間を削って自分の心の安寧のために余暇を入れるんだわかるかねえ一郎さんこれから編集するでしょこれから編集しますこれからするでしょいやすごいなんか今一番元気かもしんない初めてガラマと一郎で12時過ぎても普通に話して今一番楽しいかもうね、この2時間20分付き合わせたガルマさんにね、すごい失礼なの分かってるんだけどね、今一番楽しいかもしれない。となっちゃった。マジで。心スペースでしか見れないじゃん、本当にこんな状態。見て見て。うん？共有見て、共有。共有、はい、共有。ちょっと待ってね。テロしていいのはテロされる覚悟があるやつだけだ。お前うまそうだじゃなくて、それうまそうだなんだってる。この絵本ちゃんと読んだことないかも。俺もないかも。いやまあでもなんかそんな感じ の動画に対するいろんな思いを話す配信をしかも自分のチャンネルではなく氷千代さんのチャンネルでしますので、さすがにね人様のところにお邪魔してここまであぶることはないと思うけどそうでやってくれよ。でもそういう気持ちの上で話をするのでもうそのテンション出したら今聞いてくださってる方誰かいたらもうあーってなりますよぜひ出した時はみんなねあーって言ってください。あー楽しかった。どっと疲れたね。なんかいい金曜日の夜になりましたかね。そうですね。これはいい金曜日の夜になった気がする。うん、なんか明日も頑張って仕事行けそうです。俺も。よし、じゃあちょっと作業するか。編集しよっか。特に別に終わるよみたいな挨拶ないから。まあね。終わるよ。そうだね、もう責任感はもうなくていいや。ないから今、もうなんか最後の責任感あるフェーズもね、責任感あるのかないのか分かんない感じで終わっちゃったからね。うん、そうだね。まあ、皆さん、土曜日になりました。素敵な土曜日をお過ごしください。はい、我々は、平日お疲れ様でした。我々は仕事。はい、お仕事です。行ってきます。なんか、我々のことがかわいそうだなと思うんだったら、さっき俺が挙げたサムネ見てください。はい、最低だよ。最低だよ。どんな締めの挨拶だよ。じゃあおやすみ。はい、おやすみなさい。みんなおやすみ。ありがとうね。俺たちはこれから作業するけど、みんなおやすみ。もう終わろうぜ終わろうぜじゃあねー。バイバーイ。